残念でした。サラザールさんの声なんか誰にも聞かしませんということで、ね、はい、こんにちは、バイオハザードです。ブルーホーズです。どうもお元気ですか、皆さん。どうもブルーホーズです。バイオハザードをやっていきましょう。相変わらず挨拶からミスるっていうのわざとじゃないんですよ、本当に。前回パートでもね、本当もうドッテッドッテッドッテッドって言ってるけど、もう怖くも何ともなくなったわ、今のおかげで。くっそー。やっちまった。まあ、そういうこともあらわな。ということでね、今回は、アシュリーちゃんが、監禁プレイをね、楽しんでいる最中なんで、そこはね、もう自由にさせてあげるということで、でも、まあ、僕らの方でね、僕らって誰だよ。レオンの他に誰がいるんだろう。まあ、ね、レオンちゃんの方はね、今からね、虫とお戯れの時間ということで楽しんでいこうかと思います。はい。ということで、相手にね、付け入る隙を与えない。いたよね。なんだよ、レッドライトがじゃないのか。残念。大して使えもしない。あと、レッドアイ、10発。これ、あ、だからグリーンアイと同じ。あ、でも2000、あれ違う。ちょ、ハンドガン1発50発か。じゃ、ダメじゃん。赤字になりました。ということで、ちょっと。はい。ほらほら、他にも出てくるんだろ。出ておいで。あ、来た来た来た。いや、甘いぜ。なんかすごい、ぶら下がってる感じしてるけど大丈夫かな。よいしょ。よいしょ。はい。あー、いやー、疲れた。毎日、皆さん、お疲れ様。このビクともしないっていうところに関してはあれなのかな、なんかロケランとか爆弾とかやったらなんか隠し武器が手に入るとかなのかな、よくわかんないけどね、うん、いやーだいぶ暑くなったよね。まあまあもうゴールデンウィーク明けくらいからずっと暑いんだけどさ、寝てる時にさ、その僕の暑いなって思うのと、嫁さんと娘ちゃんがね、どう暑いか思うかっていうのが、やっぱそこの調整ってのは結構難しかったりするんでね。だから、扇風機をかけても一番近いところに僕を配置してね。で、娘ちゃんとね、嫁さんはちょっと遠くにとかっていう風に調整しとかないと、まあ、ね、寒いって思われたらストーブじゃない。地獄だったらストーブですよ。ね、止められちゃったりするんでね。これで来るんだっけ？あ、来たね、もう一回来たね。もう一回来たけど、とりあえず、あ、ばばばばばば。これでね、飛びかかってくるね、敵をね、デーンってやったらね、レオンも一緒にデーンってやることがあるからさ、気をつけなきゃいけないんだよね。今回あんまりその、なんか雑談用のトークテーマっていうのは用意できてないんで、まあなんか思いついたのをね、ペロンと喋ろうかなと思うんですけど、あんまり何も思いつかないっていう感じなんですよね。くるっと。で、あ、違うね。上でなんかぴょんぴょん跳ねてたやつね。これでいけた。違うね。まだいる。ああ、溶けた。オッケー。ここにいるのは計3体なのね。了解です。ね、なんかさ、すげえどうでもいい話かもしんないんだけどさ、Twitter なんかさ、やっぱ見てるとさ、すごい、なんか、僕筋トレのこととかをさ、今、Twitter で上げたりとかしてるんで、なんて言うんだろうな、基本的にその、マッチョの人たちばっかりがさ、出てくる。そういうマッチョの人たちとか見たらさ、すごいショック受けるんだよね。なんて言ったらいいんだろう、なんかこんなゴリゴリな人たちがたくさんいるのに、なんか俺ってなんかまだまだ全然意味ないな、まあそんな話か、まあそんなどうでもいいか、非常にどうでもよかった。本当に何もトークテーマ浮かばないね。じゃあ何のために今これやってんだって話なんだけど、普段雑談してね、なんか身軽に趣味みたいな感じでやっていきましょうよ、へいへいへいとかって言ってるけどね。まあこっから言えることはある一つだよね、ノープランでゲーム実況やっちゃダメよっていう話を。みんなもね、やるからにはね、楽しんでやっていく、なんかね、喋ることを決めてやっていかなきゃいけないって話だからね。そうそう、なんかさ、この間じゃない、この1個前か2個前のパートでさ、最近その映画にハマってます的な話とかもしたけどさ、
その映画の中でさ、とある映画の中でさ、その人生の喜びを見つけることができたかっていう質問を投げかけるシーンがあるんですよ。重てーって思ってね、人生で、ね、喜びかと思って、でも、まあ、その人生の喜びを見つけることができたかどうかって、その時々のそのステータスとかによっていろいろと変わると思うんですよね。だから自分が、小学生の時なんかは友達と毎日遊ぶっていうのが喜びだったりすると思うし、中学だったら例えば部活とか恋愛とかね、まあ、高校も部活とか恋愛なのかもしれない、いけないもういいかとかね、あると思うし、で、大学生になったら毎日のそのね、遊びとか、社会人になったら仕事とかね、家族とかね、まあ、僕だったら今子育て、娘ちゃんと遊ぶとか、嫁さんとデートするとか、そういう話とかするんですけど、うれなずい、あいつ一発で死なないんだよね。あっ、ちょっ、早っ、あいつ結構めんどくさいんだよね。あ、やべ、じゃあここら辺をドッキリ、そうそうそう、あれだね、ドアぶち抜いたら終わりだったのね。だからまあやっぱりその人生の喜びを見つけることができたかっていうのはすごい大事だなっていうのは思います。結局墓に入るとき、墓に入るときじゃない、棺桶に入る直前にさ、自分がさ、この人生送れてよかったなとかさ、もあるいはもう一回この人生過ごしたいなって思えるかどうかっていうのが、やっぱりその自分の人生を生きてよかったかどうかって思える、その一つのね、基準になるんじゃないかなって思うから、それがないんだとしたら、やっぱりね、たった一度きりの人生なのに過ごしたことが非常にもったいないってなってしまうからね。だからそこをどこに見つけるかってすごい大事なんじゃない。なんでこんなバイをさ、ボコ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 さ、ゾンビとかぶちのめしながら、なんか人生訓みたいなこと語らなきゃならんのじゃって思うけどね。で、チョキン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 。あれ？ちょっと待って、生きてんじゃん。え？ちょっと待って、え？あいつ一発で死なねえの？あら。知らなかった。一発で死なないんだ。それは、あ、知らなかった、知らなかった。やったやったで、あー、いけてるね。よし、まいっちゃう。危な。こいつかな、あのね、マシンガントークになるのが一番めんどくさかったりするんでね。そもそもここの部屋何って話だよ。ここで何すんのって。しかもあんなマシンガンとか仕込んでてさ、何、新手の処刑場みたいな、そんな感じ。まあ何だっていいんだよ。あ、ちょ、なんで、なんで、場内、サロンとか行ってる。で、はい、アイテム。あと、ここであれだ、老人が出てくるんだ。簡単なのに1234桁で、じゃあ次進んでいきましょう。帽子だけは大きい。さあ、こっちゃった。まあ、たまにはね、ムービーでも流してやるか。こいつまだね、一回も出てきてないからね。 If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise. まあ多分ね、よっぽどよろしくない食生活を過ごしてきてるから、まあなんかこんな20歳どころかもう65歳のような老けた見た目してるんだろうなと思うんですけど、まあ髪質はあれだけどね、肌だけ見たら確かに若者って言ってますけど、でもいずれにしろその十何歳なのか60何歳なのかで間の20歳ってありえない見た目はしてるんです。プロテインで注入したところで、ですから、もう影響はしない。こいつらにね、ここにされたから、もう出かけもしない。ちょっとロケランでね、爆風に巻き込まれた時にね、一気にね、視点がね、くるん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 から変わるとか、それがすごい大変。ほら、
返してみせよ、ウルトキス。まだ生きてたの？あ、いたのかよ。そうだよ、そうだよ。え、左側にもいる？あ、いるね。まあ、あの火薬付きじゃないだけマシかね。これがあのエイダちゃんに撃たれたらでも火薬付き棒眼でね、どう爆発させられたところだ。よし、まだ敵いるのかな。ちょこちょこなんか出てきそうな予感もするけど、まあいなかったりいなかったり、まあどうでもいいか。違う、ボタンボタン。いや、そう、本当にね、この城ってどういう構造してんのって思うよね。まあ大体こう、あれ？あ、人変わってるわ。さっきハゲ二人組だったのに。じゃあ、そっと開けて、後ろ下がって、シュドン。ロケラン2発かまされても全然開かないと強いので。OK。じゃあ、これでアイテム獲得して、なんか、あ、そっか。クリアした。あれじゃん。誰もが迷う庭。まあ、作った本人が迷う庭。まあ、あの、かっこ藁だけどさ。そこに行く。イージーモードだったらね、そこ省略していけるからすごい楽なんですけど。え？あれ？あ、敵追加されてね。知らなかった。あれ敵追加されんのかよ、ここ。なんかあの一種、え？いる。やばい。ちょっととりあえず念のため回復しとこう。OK。小銭稼ぎのための黄色。やばい。どう？まだいるのかよ。飛ばしてくんじゃないわよ。飛ばすのはドピドピだけで結構よ。はい、じゃあ行きましょうか。ということで、今から普通に実況していこうと思います。さあ、くぐり抜けた視線の先に誰がいるのか。さあ、他に敵構おうか、持ったやつはいないのか。いないそうですね。ってことで次のステージに進んでまいりたいと思います。さあ、セーブポイントがあるが、ここは一旦レオンは無視、そのまま先へ進んでいくことにいたします。さあ、そしてドアをそっと開けてカラスを撃ち抜く。さあ、カラスが上から降ってきた。さあ、400W300W、光物が好きなカラスだからこそそういうことがあり得るのである。さあ、そして続いて右にターンレフトします。ん、右にターンレフト、意味が分かりましぇ。さあ、進んでいきましょう。あ、そう、羽があったような、うん、あんまり気にしない。ああ、ちなみにそうだ、あのごめんなさい、あのプライベートの話ちょっと思い出したことがあるということだったんで、あの一旦何にもなかったことと思って、あの皆さん無視してください。すいません、失礼しました。さっと、じゃあこことはくくり抜けまして、これさ、最初にさ、なんかさ、牢屋でいくつかさ捕まってるバカいるじゃん。そいつらはもう先に駆逐しておくことってできるのかな。まあ、それができてたら非常に楽。まあ楽でもないかも。後からどうせわんさかふんが言いながら出てくるからね。ということで、はい、相変わらずの、スルーということで、あそこの中にチラチラいるのかな。どう、ああ、ちょ、薄い邪魔。ちょっともうちょっと右にずらして、OK。これだったらいけるでしょう。で、引っかかって、そうなんだよね。これ結構引っかかんだよね。じゃあ、お邪魔しまーす。ド派手に一発。派手にしねー。来たっぽいね。OK。じゃあ、どう？脆すぎるやろ。勘抜き外れてんの？勘抜きっていうのかなって言ったら、あー、ちょ、やばい。こっちには何が落ちてる？
そうなんだよな。一周目さ、もうあのこのワンちゃんってさ、そのいろんなバイオシリーズ通して皆さんご存知だっていうかさ、バイオシリーズやってる人だったらさ分かってもらえると思うけどさ、犬系のキャラクターが一番ね俊敏性高くてめんどくさくて怖いんですよ、うん、だからね戦うの嫌だから一周目に関してはね、もうあのねスルーしまくってどん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 進んでったからさ、あまりお庭の中はねあのじっくりと見回ってないんだよね。こっからもさ、ペアンって飛び飛ぶって。あ、もう日本語が喋れなくなるくらいね、やばいんですよ。で、ロケランを使うと、まあ楽っちゃ楽なんだけど、ロケランを使ったとし、使った、来てるね。ロケランを使ったとて、やっぱり難しいからね。構えるまでの時間があったりもするから。おちょちょ、やばい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 。え？え？ちょ、待って。お前、アクションチームの敵ってレオンと一緒かよ。剣じゃない、剣じゃない、あ、ちょっと待って、また、あ、ちょ、美味しくないよ、美味しくないよ、骨と皮しかないからレオン、骨と皮と時々レオン、やっぱり無駄にダメージ食らっちゃいますね。アイテムも回収するのと、あの回復アイテムを残してそれを売るのとどっちの方がいいのかってところでね。あー、また走ってきたね。アイテム取るたびに走ってくるね。そっちも来るんかい。あれ、もう一匹来る、来ないね。じゃあこのまま進んでいこう。まあこのチャプターの終わりにはね、あのサービスショットがね出てくると、あー、そうか、でもあれか、サービスショット出てこねえわ、そういえば。あ、ビジネルドレスじゃないから。まあでもおへそチラリは見れるから、エイダがへそ出してるシリーズってあったっけ？いや、なかったと思うな。あ、であれば、もうこのパートをやる意味ってある。いや、危ね、めっちゃ来るやん。ほい。こっちこっち。で、ガチャコ、あ、ちょ、待って、めっちゃ待ち伏せしてる、。ぷるっと折り返す。ほい。で、これでもう全滅させられてるよね。ケイ。じゃあ最後、違う、こっち。登っていって、で、下って、降りて、下がって、沈んで終わりですね。OK。降ります。で、ちょっと、あ、ちょ、組み合わせ。OK。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあアシュリーちゃんがね、新手の監禁プレイを楽しんでいるところでね、レオンもね、今からね、エイダの監禁プレイを始めていきたいと思いますので、逆らえば爆発させます。ムーンストーン、はい。おーへそがチラリー。あ、まだ見えない。やっぱビーの70代だな。75はないね、これね。あ、おへそがチラリしてる。なんだったっけ、パニッシャーっけ、エイダーね。エイダーもね、でもね、この服装見てぜひ突っ込んであげてほしいよね。あなた、なんで RPG の服着てるの。リオンほら、おへそがチラリ、いい感じよね。Long time no see. エイダ、まあ、そっか、あの時に一応見てるから、エイダっていうのは あんまり、驚かなかったのかな。You working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? ということでね、本日もね、最後までご視聴いただきましてね、どうもありがとうございました。と、まあ、もうこれでチャプターが終わりになりますんで、またね、まあ、ちょっと今回ちょっと雑談もなくね、落ち着いた感じの動画になっちゃったんですけれども、最後までね、ご視聴いただけたら嬉しいです。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。